おはようございます。こんにちは。こんばんは、ブラザーズ。皆さんはご視聴の準備はできておりますでしょうか？俺はおワインさんとポップコーンを持ってきました。では皆さん、乾杯で入りましょう。乾杯。あ、おててさんですね。これは、おてての鬼。炭治郎はここで呼吸1形態を使ってピュッ頭を切り落とす。水呼吸1の肩、うん、1形態1の肩、そして横切りなんだよね。オーイエー、素晴らしい。うん、毎週これは楽しみだな。日本って素晴らしい国じゃないですか。毎週めっちゃ面白いアニメを届けてくれる。お、マイクを隠す。そしてポップコーンを食べる。うん、うん、今回ちょっとバターが足りないかな。ねえ、このちょっと中国風のここに傷ができてるお兄さん、誰なんやろうな。Come on, come on, here we go. かっこいいね。で、これからさ、この鬼を殺す軍団に入るんでしょ？でもその前には何日間この森にいる。この敵を倒すだけで試練は超えるっていうわけではないでしょ。まだまだ時間はたっぷり残ってるから、これからもうやばいやつに会うんでしょ。出くわす？おお、これってねずこ？あ、違う、ねずこの記憶なのかなって思ったんだけど、改めて見るとなんかお城の中にいるみたい。ん？天狗兄さん？これ天狗兄さんの昔話ですね。かっこいい。結構攻められてきたな、この鬼ちゃん。さてどうなるのだろう。本当に京都の映画村みたいだよね。まあ逆だけど。よいしょ、背後取られたぞお前。わお、なるほどね、同じやつなんだ、このおててさんかなーと思ったんだけど、やっぱりあの時に死んだやつやわ。そして今ので死んだ。何年間もここに住んでたおててさんが。飯テロでごめんなさい。何が見たかった？最後。どうしてこんなこと。優しい目しとるな、炭治郎。おはよう。夜に一人ぼっちだ。あ、おててさんの過去の話やな。兄ちゃん、どこだい？かわいそうに。俺の手を握ってくれ。鬼たちってみんな
悲劇の話が元になってるんだよね。どうして俺、兄ちゃんを噛み殺しちゃったんだ。お兄ちゃん殺したんや。あれ、兄ちゃんって誰だっけ。悪いのはこの人だけではない。この人も被害者なんだよ。じゃあ一体誰が元となっている。ナイトル、おてて さん、今までめっちゃ悪いことやってきたんやけど、でも鬼っていうしがらみの中で、兄ちゃん、かわいい。鬼の話って深いな。もともと人間だったもんね。禰豆子もいるからさ、この子は分かってるんだね。他のやつと比べて、こいつらが全員死んだか。そして殺された他の子供たち、勝ったよ。これでお天に行けるの？きっとこれで浄化できた？約束通り帰るんだろう。魂だけになろうと。サギリ山へ。え？鬼に殺されるものは魂は浄化されない？鱗滝さんのところへ。それともまた話が違う？死んでいたら、まだこのゴーストの話はわからないな。うん、まだまだ終わってないぞ。これ何日間もノーレスト、オンリーファイト。聞きたいことがある。鬼になった人を元に戻すにはどうしたらいいんだ。ちょっと聞く耳は持ってなさそうだな。もうちょっと強くて理性のある鬼に引かないとダメだったよ。だってこやつらを一番雑魚ゾンビやろ、雑魚鬼やろ。ん？どこに来たのお前。なんか紫色やで。ん？匂うか？匂うか？ああ、このウィステリアの木。これ桜のやつやんな。藤の花。ここは安全だ。鬼たちはここに来られない。勝ったってことやな。人数少んな。あいつ死んだか。あの時俺が気絶なんてしたから助けられなかった。あいつ逃げたよ。お前を掘って。ここで生き残っても結局。黄色くん、俺は黄色くん応援してんぞ。あ、なんかここキズ兄さんもいる。おめでとうございます。この二人バリ怖いんだけど。マドカマギカの声だっけ。刀は、まずは大福を支給させていただきます。体の寸法を測り、その後は階級を刻ませていただきます。階級ね。階級は10段階ございます。うん。木の絵、木のと、木の絵、Oh my god、土の絵、
これは必ず覚えられないやつやわ。どっちが上？とで A 水の戸、水の上、その上なんちゃらかんちゃら。玉鋼ね。OK。一本締め？おたかさんやってきた。なんやなんやなんや。カラスか。なるほどね。お兄さんも持ったよね。天狗兄さん。超笑ける。この坊主さんなんかやけに任務ありそうだね。おお。落ち着こうや。色が悪い。この子から手を離せ。離さないなら、おる。やばいものにやってきたぞ。てかこの黄色くんのスズミ大好きやけど。折れるぞ。大丈夫かお前。こいつ岩切れんねんけど。こいつ絶対敵になるやろ。お話は済みましたか？まあアンチヒーロー的な存在になるでしょうね。お、これが玉鋼か。ではこちらから玉鋼を選んでくださいませ。わかるわけねえじゃん。鬼を滅殺し己の身を守る刀の鋼はご自身で選ぶのです。なるほどね。何鈴見さん、黄色くん何言ってんねん。選べと言われても。え、まだブタちゃんがいないな。 OP からのブタちゃん。俺も全然わからない。でもあのちっちゃいやつは鈴見さんやろ。何呼んでくれるやつあった？花でしょ？これ目利きって言うんだよ、業界では。目利き。知ったふうにして。そうか。5人も生き残ったのかい。多いんだ。また私の子供たちが増えた。こいつボス？鬼狩りボス？一人はとても優秀で頑張っている炭治郎兄さん。一人がおちょこちょいであんまり頼りになれない鈴見さん。一つが非常に、怒りっぽくてちょっと集中できてない顔傷さん。で最後には無口で人の話を聞かない、おにやの子ちゃん。え、もう一人誰？5人。もう一人誰？見てなくない？わあ。一刻も早く帰りたいのに。力尽きたか。これはやばいな、このところで寝たら。頑張ろう炭治郎さん。世界平和が、やっと追いついた。だけど、なんか嫌な予感しかしないんだよね。あ、禰豆子。
起きたんや。おい、お前どこ行ってんの？おお、お兄さんのお助け。この二人、綺麗な兄弟愛するな。かわいい。うろこだきさんもさぞ嬉しいやろ。よく生きて戻った。泣いてた。うろこだきさん泣いてたよ。天狗マスクの裏で。中で？そうか。異形の鬼をやったか。はい。存在を知ってたの？帰ってきた、はい、頑張ったな。鬼にはいくつか種類がある。種類がござる。技術という特殊な術を使う鬼は異能の。マジック系ね。今後はそのような鬼とも戦うことになるだろう、うん、その者たちとの戦いはこれまで以上に困難を極めるだろうな。しかし炭治郎、うん。あの、なになに？ネズコは他の鬼と違うと思うんですけど。そうだよね。もしかしてそのなんとか術なの？なんとか術でしょうね。え、違うの？ではないな。なんやろ。これは血気術の類ではないだろう。血気術。ブラッドディーモン。ネズコは人の血肉を食らう代わりに寝てるか。体力を回復しているのか。そういうこと？じゃあめっちゃ寝る子、めっちゃ寝るり子。俺がネズコを守るから。15日後。なんか誰か来とるぞ。誰か来てますね。こんなに服したら鬼だっていう可能性もあるよ。肌は出ないようにめっちゃ頑張ってるし、鬼の可能性は結構高いから。俺は鋼塚というものだ。あ、刀を作ってきた。刀を打ち、そういうこと。持参した。持参した。ご持参ありがとうございます。かまど炭治郎は俺です。中へどうぞ。これが日輪刀だ。俺が打った刀だ。あの、話聞かないから。中へ。お茶入れます。太陽に一番近い山で取れる。少女飛砂鉄と少女飛鉱石。お、おいっす。日の光を吸収する鉄ができる。なるほどね。それで鬼は殺せるんだね。え？相変わらず。そうなんだ。男だな。顔が笑っける。伯爵の子？これは縁起がいいな。いや、俺は炭治郎とキエの息子です。そういう意味じゃねえよ。頭の毛と目ん玉が赤みがかっているだろう。そうだね。仕事をする家はそういう子が生まれると縁起がいいって喜ぶんだ。へえ。都市伝説っぽいね。こりゃ刀も赤くなるかもしれんぞ。ああ、都市伝説じゃないのかよ。さあさあ抜いてみな。顔やめなさいよそれ。全然さっきの雰囲気と違うから。赤ではないな、まだ普通の色だね。もう真っ黒じゃねえか。
おいおいおい、挽回じゃないか。黒なになになに漆黒な、なんなお前もういいよお前、めんどくせえやなんの呪術使ってんだよもっと70とか思ったんよ。あ、おカラスさんが来た。喋れる。お？喋ってくる。少女が消えている ？Oh my god。これは一体どういうことだ。この男、美少年が吸血鬼ではない。まいよ。鬼の可能性もあるんだけど、連続殺人鬼か連続強姦殺人鬼みたいな可能性だって全然あるやんか。まあそういう時でもその犯罪者を殺せってことなのかな。うん、終わっちゃった。これの映画はいつ出るの？俺1時間半ずーっとこれ見たいんだよ。いやー楽しみやけどな。来週も彼の初陣ってことやろ。でも初陣とは言うけど、その試練でも結構戦ってるから初陣ではないか。俺はこのアニメから2つのことをすごい楽しみにしてる。一つが、この鬼殺しの組織のもっともっと深いところを知っていくのが楽しみ。もう一つが、禰豆子の、能力とか、技とかそっち系がどの風に広げていく、どの風に変わっていくは楽しみなんやな。まあそれが主で、他にはもちろんたくさん楽しみしてる部分があります。来週か。うん、来たぞ。春日井ガラス、皆さんにご挨拶。言われはない。お前、え、そうなんや。なんで鈴見一個は。お、来たよ。だる。鬼を連れた剣士、自分のことやろ。やばいこと言うやん、カラス。うん、それでお前ら次のエピソード見なかったら目取るぞみたいなはい、5話これで鑑賞済み。皆さんご視聴ありがとうございました。次まで1週間なんですけれども、その間にはたくさん他のこともやっておりますので、面白そうでございましたら、ぜひ登録のボタンをプツッと押してください。そして、これからもよろしくお願いします。明日俺はアベンジャーズのエンドゲームの映画見に行くので、スーパーフランキー、ワクワクマックスです。では次までよろしくお願いします。おおきに。